今石橋さんが就職活動をしている中で悩んでいることをひろゆきさんに解決していただけたらなと思っております。では石橋さん、早速就活相談の方をお願いします。一つ目が横とのつながりが全然なくて不安っていうのがあります。対面でみんなで就活についてどうこうするっていうのが完全になくなったので、どうしようと思ってます。素人の大学生の手に入る情報を手に入れて何か有利になるんですか？例えば昨日説明会参加したこの企業良かったでとかっていうのがあるかなと思うんですけど、そんなん別にググればいくらでも出てくるじゃないですか。別に友達じゃなくても説明会の雰囲気が良かったかどうかと自分が受かるかどうかって全然関係ないと思うんですよね。今みんなどんな感じで就活進めてるのかなとか、自分どれぐらいすればいいのかなみたいなのがあまり見えなくて、それが不安になってます。であれば去年受かった人のやったことを調べた方が早いんじゃないですかね。今やってる人たちがやってることはそれが正解か不正解か分かんないじゃないですか。でも去年いいメーカーに受かった人っていうのはそのやった成果が報われた人なので、就職系のサイトとか調べると去年こういうとこ合格しましたみたいな、こんなことしましたみたいなのがいっぱい書いてあると思うので、そういうの見た方が役に立つんじゃないですかね。そういうの見たりされてますか？合格体験記は全然見てないですね。見てた時期はあったんですけど、そこにあんまり意味を感じなくなった時期があったので、それはしてないですね。その通りやるは多分あんま意味ないんですよね。ただじゃあこういうメーカーってこういうタイプの人が受かりやすいんだっていう傾向が見えたりするんですよね。体育会系のサークル入ってたのがアピールが通ったっぽいみたいなのが何人もいると、あ、そういう傾向があるんだなみたいな、受かった人を見ることで把握できると思うんですよね。そういった意味で合格体験記とか見るのはかなりいいですね。一つ目の相談は解決されましたか？情報共有とかではなく経験の共有したいだけだったんだなと思いました。二つ目の相談が解決されたということで、早速二つ目お願いします。二つ目は結論ファーストで喋るとかっていうのが苦手。それはなんかどういう時に感じるんですか？中盤になってくるにつれてだんだん会話感が増してきて、会話の中ではできる限り面白くいたいのでオチを作ろうと思ってしまって、で結論ファーストで言えなくなっていくっていうのが多々あります、ね、それ別に悪いことじゃないと思うんですよね。会話の中で説明できてオチまでついてるから面白いって思うタイプの人もいるわけじゃないですか。じゃあ営業でこの商品買ってくださいいくらです以外喋らないとかだときついので、うん、そうやったら最近どうすかみたいな話から入って、でなんか御社で困ってるんだったらうちの商品実はこういうのがあるんですけどみたいな話の方が売れたりするので、なので別に結論ファーストが正しいっていう気はしないですもんね。話が長くて何言ってるか分からなくてオチもないっていうんだと、うん、こいつめんどくせえなで終わるんで、そうならないっていうのがあれば別に話が長いこと自体は悪いことではないです。先ほど面接していただいた中で結論ファーストじゃない部分もあったと思うんですけど、特に気にならなかったですか？人とコミュニケーションってそんなので、じゃあ社会人でみんな結論ファーストで喋るかっていうとそうじゃないじゃないですか、うん、なのでごく普通なことだと思いますけど。じゃあ気にしなくていいっていうですね。そこまで結論がないとかだけは勘弁してください。何喋ってるかわからんみたいなときついんで。ひろゆきさんが喋ってる時に意識してることに、相手をバカだと思って喋ってますね。イエス一つに時間をすごいかけてしまう。毎度コピペにしないんですか？そんなにエントリーシートちゃんと見てないと思うんですよね、はい、就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。